なんだこのデブネズミ。さようなら、デブネズミ。ママだよ。一緒にやろうよ。いい宇宙人探し。あの、霧隠れくん、ラント君と二人きりで。ラント君、ラント君。どう、ラント君、ラント君を変身。えへん、ラント君、ラント君、うちだってよし。データは十分に揃ってきています。まもなくですね。うん、エイリアンウォッチと YSP ウォッチはまだ途中過程。その両方のウォッチの力を兼ね備えた最強のウォッチを絶対に完成させるんだ。考えておいてよ。宇宙のことだったらうち役に立つと思うから、一緒にやろうよ。いい宇宙人探し。引きこもりがちで自信のなかったうちが、ラント君の前なら前向きになれた。そして地球侵略を企むエイリアンを追い出すんだ。クマ子さん。その通りよ。エンラ先生、本格的な攻撃が始まったら今以上の。だからこそウォッチの強化が不可欠。そうよ。あなたたち Y 犬と YSP クラブには学園の、いえ人類の未来がかかっている。あれあれ、YSP ウォッチの設計図はどこにあるの？学園ポリスのみんな、やっておしまい。ち、役立たずなんだから。ラント君、ありがとう。俺たちどうしたんだ？あ、また、チンペイ君たちの記憶が。クマコ、退学処分って本当か？うん、あいつらがいろいろと手を回して決めたことみたい。じゃあ行くね。ラント君、最後だから言うけど、うち、ラント君のこと。やめろ。もうお前は関わるな。お前には無事でいてほしいんだ。世の中には丸っこいのが好きな奴だっているんじゃないのか。え、丸っこいのってまさかうちのこと？ラント君。クマ子さんは退学となり学園を去ることになりました。だけどこの話はこのままでは終わりませんでした。しばらく経ってある転校生が Y 学園にやってきたのです。ですがそれはまた別のお話。食べられたですね。行くですね、ママ。痛いですね。なんだこのデブネズミ。ももだよ。痛いですね。とっても痛いですね。うお、こんな時に。下手ですね。おお。逃げて。痛いですね。デブネズミ、後で外してやる。今はヤバいくらい忙しいんだ。助かったですね。食べられるところだったですね。デブネズミ、お前は先に逃げろ。あとは任せたですね。モモンガですね。
スですね。いただきますですね。あ、モモの声、上の階から聞こえたよ。あれ、モモがいないね。ですね。あなた食べられてなかったっけ。すでにさっき螺旋階段から落ちて死んじゃってたんですね。死んじゃってたの。だから食べられてもなんともないですね。不幸中の幸いというやつですね。いやいやいや、不幸中の不幸だと思うよ。というわけで、ももも皆さんについていくですね。よし、やってみるか。お前の時間だ、デブネズミ。ももだよ。本当にでか。おお、頼もしいじゃんか。しかしこれでデブネズミらしいデブネズミになったな。ネズミじゃなくてモモンガですね。もう階段はゴリゴリだし、パーッと空でも飛ぼうぜ。はい。モモだよ。行くですね。はい。やめ。Y学園、ようやく。転校生？確かに綺麗な人、しかもすごい人気ね。あの、霧隠れくん？学園内のこと教えてほしいんだけど、案内してもらえるかな？早速お近づきになれそうなチャンス来たー。はいはい、そういうことなら僕たちもお手伝いします。え、気持ちは嬉しいんだけど、できればラント君と二人きりで。ダメ、ここで連れて行かれたら私の正体がバレちゃうよ。あなたがどういう人なのかようやく分かったわ、風紀委員長来る星奈由さん。はあ？あなたの正体、それは、機械で作られた存在、アンドロイドよ。よっしゃ、これからよろしくな、空花先輩。ありがとう、絶対役に立ってみせるから。なんとかクマ子だってこと気づかれずにみんなに交流できた。バレたかな。ものすごく頭がいいんですか。の正体がバレたらまた Y 学園にいられないかもしれない。でもそれでもいい、ラント君が助かるなら。ラント君、このメダルを使ってオーバードライブよ。キングシャドウギャラクシー、宇宙の塵になるがいい。ラント君、ラント君の役に立ちたいと思ってたのに足手まといになっちゃってごめんなさい。足手まといなんだよ。そんなぷよぷよした体で宇宙人と戦えるとでも思ってんのか。結局ラント君に助けてもらって、こんなうちじゃダメだ。私たちも帰ろっか、風邪ひいちゃいけないし。
くんにおんぶしてもらうなんて。うちがクマ子だってこと気づいてくれたんだね。嬉しい。ランド君、泣くな。うち、やっと戻ってきた。そこにいるだけで幸せな場所に。あ、そうだ、三つ畑君、これ2本目のバイパーコネクターじゃん。もう作ってたの？オリジナルの構造をもとに私なりに作ってみたの。性能は同じはず。それではご登場いただきましょう。雲池久美子さんです。皆さんお久しぶり。うちが雲池久美子です。ついていけない皆さんのためにこの記録映像をご覧ください。皆さんご存知の通り、うちは Y 学園を退学になりました。けどあの時決めたんです。いつか絶対に Y 学園に戻ってくるって。そう、七区の空花は風紀委員会に正体がバレないための仮の姿。苦しかったけど必死に運動して全ての脂肪を燃やし尽くし、オリジナルのダイエットマシーンで体質さえも変えることに成功した。うちは本当は雲池久美子なんです。風紀委員会にバレたらまずいから、このことは内緒ね。そしてうちが Y 研に戻ってきた理由は、新型の YSP ウォッチを開発するため。アルティメットレボリューションウォッチ、略して UR ウォッチよ。それなんだけど、みんなに使ってもらいたい秘密兵器があるの。 Y 研のみんなと一緒に作った N ビーコンという装置よ。N ビーコンの反応は？激しく反応してる。間違いない、彼女は宇宙人よ。そうだ、今こそあれを。これは俺様を長いこと封印してやがったあの首輪か。おお、そんでどうするんだ？どうするんだろう。ちょ、空花先輩、そんなこと言われても。どう、ラント君、猫にまた旅？ジンペイ君、猫にまた旅って言って。猫にまた旅。アースウォーカーお願い、ラント君を。任せろ、メモリアルジャンプ。あ、体が。よかった、ラント。アースウォーカーが過去のラント君を守ったんだ。そこんとこよろしく。こんな感じかな。初めてにしてはいい感じっしょ。ああ、なかなか筋がいい。この調子ならいつかてっぺん取れっかもな。お前たち、七雲さんに何をやらせている？